こんにちは、ジュンです。こんにちは、マリーです。はい、ということで、はい、今日はですね、はい、お食事の会でございます。嬉しい、はい、カメラ、山ちゃんです。はい、はい、ごちそうさまです。はい今日はですね、六本木に新しくできたですね、焼肉アジュータさんに、撮影協力いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの焼肉はですね、コースで出てきますので、まあ、途中ね、こう焼いてくださったりとかあると思うんですけど、まあ、トークしながら撮影できたらなと思います。はい、では乾杯しましょうか。はい、ちょっともう飲んじゃったんですけど、すいません乾杯。マリンちゃんとは1回だけしかラウンドしてない。そうなんですよね。はい、まだ1回ですね。ですよね。でも最近すごい、まあ、山ちゃんの指導のもと、はい、動画にはたくさん出ていただいているので、はい、グランピング行ってくれたりとか、これからもね、たくさん撮影の予定をマリンちゃんで埋めておりますので、嬉しいコミュニケーション取ったのかなと思って今日は企画しました。ありがとうございます。食べながら、はい、はい、行きましょうか。はい、いただきます。あ、じゃあね、マリンちゃんがマリンゴルフでやりたいことがあるというふうに、はい、山ちゃんから聞いてるんですけど、はい、今日は、まあ、マリンちゃんにいろいろ聞いてみて、まあ、視聴者さんにもね、あの、知ってもらえたらなと。マリンちゃんがどういう人なのかと、まあ、マリンちゃんがこれからどんなことやりたいか、はい、ちょっとね、聞いていきたいなと思います。お願いします。お願いします。まずね、やりたいことの前に、はい、マリンちゃんの自己紹介から、はい、自己紹介、はい、これはね、私は聞いてあげた方がいい、うん、はい、マリンちゃんね、はい、年齢は、年齢は今22歳です、うん、で、学生ってことですか。そうですね、まあ、大学4年生で、大学4年生、もうすぐ卒業です、うん、その後はどうするんですか。その後は、大学院進学が決まったので。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。進学します。インスタグラムにはちょっとね、もう更新されてたのですよ、見ました。あ、本当ですか大学院、大学院です、ね、はい、はい、誕生日は、誕生日は、うん、1999年の1月8日生まれです。1月8日、はい、水亀座、ヤギ座です。ヤギ座、はい、なるほど。血液型は何ですか。血液型は B 型です、うん、B、 はい、なるほど。意外ですか。いや、ちょっとまだ分かんないまだ分かんない確かに、まだかな。で、ゴルフのスコアはどんな感じですか。ゴルフが、ベストが86で、まだそこ何年前に叩き出したんだっていうものなので、早く更新したいなと思って。なるほどですね、はい。最近のゴルフの悩み、はい、教えてください。そうですね、グリーン周りが結構今悩みで、いろいろバンカー越えとかプレッシャーとかにまだ弱いところがあるので、うん、なるほど。そうなんです。ちょっとアプローチショットをもっと極めたいなって思ってます。はい、こちらのお料理はフォアグラの中です。フォアグラの中です。はい、食べていただきます。はい、美味しそうです。美味しそう。続けて、将来やりたいこと。やりたいこと、うん、それは夢みたいなことですか。そうね、夢ですか。夢ですか、うん、夢、夢、うん、そうですね。とりあえず今これから大学院に行くので、うん、その専門的な知識を身につけてから、あの、将来はなんか国際協力とかの道に進めたらいいなと思って勉強してます。すごいですね。ちょっと分かりにくいですけどすごい感じがします。グローバル、グローバル、グローバルグローバルです。マリンちゃんの夢はもうグローバル好きです。はい、はい、食べます、はい、じゃあ食べましょうか、これ一旦ね。はい、食べます。美味しそう。あ、あの、手でギュッと、はい、返しして、うん、一口でいけるのかな。いけます。いけます。マグロ大丈夫。はい、すごい高級。どうですか、ゆめちゃん、口がパサパサになってる。うん、美味しい。マリちゃんのお酒飲むんですか、普段。
お酒は、うん、あんまし飲めなくて。あ、そうなんですね。そうなんです。すぐ酔っちゃうので、はい、かわいいですね。トレーニングしないとと思います。あ、でも大学、そうだよね。ちょうどそういう時期にコロナがあれだから、うん、飲みに行けなかったみたいな感じ。そうですね。飲み会とかもほとんどなかったです、ね。そうだよね。はい。2年間だもんね。うん、なんかこうリンゴルフやりたいことがあるっていうことなんですけど。そうなんです。お、はい、何をしたい、うん、やりたいことが2つありまして、はい、1つ目は、うん、ゴルフのお友達をたくさん作りたいというのが1つあります。うんうんうん、で2つ目は、うん、今すごい大きいんですけど、はい、コンペをやってみたいなって思っちゃってます。なるほど。そうなんですよ。まあ、コンペはちょっと僕と話していいんじゃないみたいな感じだったんだけど、もともとあきちゃんのラウンド企画でマリンちゃんそうそう応募してきてくれて、でその時に何で応募したのって聞いたら、あの友達がねゴルフ友達をたくさん作りたいですって、そう話で、でまあじゃあリンゴルフであの出演してたらそういうゴルフ友達もできるんじゃないかなと思って、まあでもなかなかこうほら視聴者さんと会ったりするイベントが今ないじゃん。そうね。そうだからじゃあマリンちゃんのコンペをやったらいいんじゃないかっていう、ね、そう話をね、うんうんうん、してたんだ、ね、そうなんです。いいと思います。そう。いいと思います。あ、ゲストはさ、やっぱちょっと社長呼ばないといけないよね。そう。社長か。ここ今オファーしといた方がいいんじゃない？いいですか？高いよ。高い？高いよ。どうしよう。ちょっと教えてもらった方がいい、いくらですかって。いくら協力しますよ。いいんですか。もちろんですよ。もちろんですよ。じゃあもう決定で。あ、すごい、いきなり夢が叶っちゃう。早い。嬉しい。コンペだったらね、山ちゃんそういうの得意だと思うんで、山ちゃんにも協力してもらって、はい、やったらいいんじゃないかなと思います。はい。ちなみにコンペはどんな感じの方を呼びたいとかってある？あの参加者、例えば、はい、女性だけがいいとか、あ、もう全然みんな来てなの か、 なんか皆さん来れる、なんか興味あって来てくださる方がたくさん来てくれたら嬉しいなって思います。うんうん、もうオープンなね。はい、まあ、最初はその、まあ、無理なくこう3組とか5組とかでやれたらいいんじゃないかなって。あ、なるほどね。まあ、じゃあそんな感じでね、マリちゃんが今後ねやりたいなって思うことを、まあ、いろいろねリンゴルフを協力してやっていきましょう。嬉しい、ありがとうございます。はい、頑張ります。頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。嬉しい。まあみんなでねラウンド、まあ、ゆっことかゆうちゃんとか、はい、みんなでラウンドとかもね企画できたらなと思います。はい、楽しみです、すごく。はい、逆にマリンちゃんから、はい、まあちょっと全部答えられるかわからないんですけど、私に何か質問したいこととかあったら、はい、答えられる限りで答えます。先輩純ちゃんに質問を、はいはい、そうですね、うん、やっぱり、うん、リンゴルフの撮影となると、はい、やっぱりどうしても、うん、カメラとかで緊張しちゃったりとかするんですけど、うん、そういう緊張のほぐし方とかってありますか？いやー、でも私も一番最初の撮影はめっちゃ緊張して、はい、結構喋ってないかも。あ、本当ですか。うん、やっぱ何回も撮影を重ね、まあ、緊張、まあ、今も緊張してしますけどね。なんか喋らざるを得なくなりますよね。うん、それであのいや僕なんかは純ちゃんいきなり消えるんですよ。消える？ラウンド中に。どういうこと？純ちゃんどこ行くの？トイレ。あ、そういうこと。そう。でもうやらざるを得ないから、うん、もう話すしかないみたいな感じで鍛えられてるんです。うん、まあしゃ絶対喋んなきゃいけないわけじゃないし、そうそうそう、私は結構喋る方かもしれないけど、はい、別に喋んなくてもいいだから、人それぞれのカラーでなんか出演してもらえれば、そしたらなんかそんな身構えずに、うんうん、もういちいち全部喋んなくてもいいけど、はい、って感じかな。テレビ番組じゃないし、なんかちゃんとした台本があって作り込んでなんていうのこうオチをさやってるわけじゃないから、まあ、それがまあこう YouTube でいいってことだと思うので、はい、まあ、気を楽に
ありがとうございます。その言葉に構えながら、はい、うん、全然気を楽にしていただいて大丈夫です。はい、そうですね。あとは、うん、これもちょっと似たような質問になっちゃうかもしれないけど、ちゅんちゃんはすごい MC が本当にお上手で、テキパキってこうできるんですけど、それも私もそのテキパキ進行とかできたらいいなって、それこそあのこの前のグランピングの撮影とかで感じていて、でもすごい良かったと思いますけど、なんか上からですけど今から行きますとか言って説明して、そう私はなんかすごいいいなと思いましたよ、あれ見てて。全部ちゅんちゃんの真似で真似見よう見まねでやってましたずっとでもなんか台本がないからできるっていう感じ、逆に私は多分台本があったら固まっちゃうから余計緊張しちゃうから、はい、その結構商品説明したりとか、のやつとかだと結構噛んでますいつも。噛んでます。噛んでる。全然そんなイメージない。そう、でもやり直しも一応できるし、まあ普段の撮影とかはプライベート撮ってるみたいな感じだから、まあ間違えたら間違えた、ちょっと今のはなしでとかは全然大丈夫だから。そう。気軽にね。はい。うん、この間みたいな感じで元気よくマリンちゃんらしく撮影してもらえると思います、はい、ありがとうございます、はい、貴重なアドバイスですね、それは、まあ、他のねチャンネルがどうなのか分かんないけど、リンゴルフはそんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでマリンちゃんが今後定期的に出てくださるということなので、皆さんもマリンちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、頑張ります。頑張りましょう。はい、頑張らなくて大丈夫。あ、そっか、私スケジュールだけ調整してもらえれば助かります。はい、全力で当てに行くので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでマリンちゃんの動画見たいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。特別にじゃないですね、グラメリューの牛タン厚切りです。はい、これも飯テロですね、今日の動画は。はい、火つけていきます。はい、焼肉味ゆうたさんは、はい、はい、こんにちはこんにちは。いつからオープンしてるんですか。今年の11月の15日からプレオープンしまして、まあ、今約2週間ぐらい経ちました。おお、今日はですね、お肉をお願いします。まずマリンちゃんから。あ、いいですか。はい、お願いします。お待たせしました、長タンでございます。長タンです。こちらの薬味がですね、青唐ネギ、はい、特別なソースでございまして、2半分ぐらいですね、乗せていただいて、ちょっと包んで召し上がってください。はい、申し上げます。いいですね、横顔は美しいです、マリンちゃん。嬉しい、本当ですか。はい。くるんで食べる。はい。贅沢です。くるんで。いただきます。美味しそう。
ありがとうございます。美味しいです。ありがとうございます。うん、可愛いですね。すごい、うん、大きいのに一口で食べちゃった。本当に美味しいです。じゅんちゃんお願いします。カメラも通ります。カメラはじゃあ、うん、こっちからまず肉を。おしゃれもね、昨日もいただいてる。そうなんですか。昨日いただいてるんですけど。おいしい。一口で。うん。おいしい。うん。おいしいですね。うん。いただきました。結構有名な方々多いと思うんですけど、はい、ちょっと書かせていただいたので、皆さん、ぜひ、ね、六本木でご飯食べる際には、焼肉味噌チェックしてみて